どうも、園芸ファクトリーの全員です。イエイ。今回また YouTube 会議をしていきたいと思います。はい、毎月ね、恒例の YouTube 会議なんですけどね。はい、いろいろな企画をどんどんやっているわけなんですけども。おい、毛づくろして足で乗っけんじゃない。お前はちゃんと話を聞けよ。お前、俺気をつけしろ。気をつけ。お前も気をつけするんかよ。もう行儀がいいの花だけなんだよ、お前。この3人の中でいつも何かしらやってんのはお前と、お前本当にじっとしてられないね。いいじゃないんだよ、花だけだよな、俺たち。はい、ということでね、今日も会議していきたいと思います。じゃあ司会進行はこのね、はい、花ちゃんです。はい、助手のちーちゃん。はい、花ちゃんと助手のちーちゃん。はい、そしてはい、お前。はい、OK。 はい、じゃあね、今日の会議の内容なんですけども、どうしましょうか。毎月やってるやつ、どういったものをチャレンジしていきたいとか、そういうのなんかあったりしたらみんなに言ってもらいたい、報告してもらいたい。君たち一人一人、じゃあ行ってみようか。じゃあ一人一人行ってもらおう。はい、じゃあつくし、はい、行って。はい、何やりたいよ、お前は。なんか、みさきがさ、オプチャでクイズやってたじゃん。あれの新しいのやったらいいと思うよ。あ、そうです。あ、オプチャのクイズね。なるほどね。お前、聖太郎に切れてんじゃない、お前。聖太郎に切れた顔すんじゃない。お前、めちゃめちゃ切れてる顔すんじゃない、聖太郎に対して、ね。オプチャのクイズだってよ、オプチャのクイズ。どう、オプチャのクイズ。花、どう思う？いまいちかな。いまいち？じゃあ、具体的に何やんの？具体的に？うん。何やんの？具体的にそうだね。今まで私たちのエピソードクイズとかあったじゃん、きっと。その辺のさ、なんか新しいパーツクイズじゃないけど、分割クイズって言ってさ、9個まとめにして1日ごとに出してきて、どこでみんながわかるかみたいなクイズやったら面白そうじゃないって思ったんだけど、どうですか？あー、なるほどね。いいんじゃない。じゃあそれやってみる、月始めに。待って、今私のプレゼント企画やってるから、月始め終わったらね。お前の企画はそういうのやるのね、今回。じゃあ絶対やるな、それな。 OK、 わかった。じゃあその企画をやっていこう、1個目。じゃあちーちゃん、どうですか？はい、まあそういう企画もあってもいいよね。お前あんまやる気ねえな、ほんと。お前はさっきから聖太郎のことばっか見てんじゃないよ、ほんと。いや、だって、聖太郎さんがなんかこっちチラチラ見てんだから、気になって仕方ないんだけど、俺。最近俺さ、やっぱり挑むじゃん。チーだけじゃなく、チーちゃんだけじゃ、チーさんだけじゃなくて。おい、お前、俺のこと今、チーって言ったよな、お前ら。舐めてんのかよ。いやいや、ごめんなさい。チーさんだけじゃなくて、まず聖太郎さんからやっていこうかなと思ってます。むしろあいつ聖太郎さんじゃなくて、聖太郎くん？聖太郎ちゃん？聖ちゃん。まあ、せいちゃんって呼ぼうかな、ほんと。あいつ、俺より年下だし、多分。いや、お前の方が年下だからね。いや、そんなことないよ。俺の方が年上だと思ってんだけどもね。あいつのことちょっとやっちゃうなって思ってんの。この間のさ、あれやつでもさ、言ったけどさ、俺、今年、イケイケモードだからさ、ちょっとやりたいんだよね。わーっと、やれよ、お前。お前を気盗むようにやれ。でもな、まず聖太郎に相手にされてないからダメだ、聖太郎にな。聖太郎に相手にされるぐらい強くなってから、せいちゃんに挑め。わかった？もういいから座れ、お前は。ほんとに。じゃあいいよ、わかった。いいよ、いいよ、はい、はい。じゃあ今の企画は1個ね。はい、わかった。ありがとう。ね。ちーちゃん、なんか企画やる？お前。そうだなぁ。三崎を噛みまくったら、あざだけになるから、それでタトゥーを作ってみたってどうかな。待て。噛みまくったら、あざどころか出血だよ。大量出血だよ。病院子になっちゃうよ。お前、やばいよ、その企画は。緊急搬送されました、なっちゃうよ。いいじゃん、2つ作れるし、それだから2本あるったから最高じゃん。やめてお前ほんとクレイジーだな、考えがな、ほんと。まあな、チーのやだ、ちょっと却下だな。うん、やめましょう。さすがに、まあ女性だしさ、ね、女性関係なくやっちゃダメ。やっちゃダメですよ、それは。帰んないで、まだ帰んないで、まだ企画終わってないから。もうそろそろもういいんじゃない、俺もう帰るよ、俺出番ないじゃん。いや、お前出番あるから大丈夫、こっから出番だから。じゃあいいよ、お前何したい、お前がやりたい企画やるよ。そうだね、俺はやりたい企画はちょっと俺ね、一人旅してみたい。すごい、なんか自分が当てられたら静かになってた。さっきまでボコしたいとか言ってたのに。ごめん、一人旅行く前にちょっと一つ、お前ね、特定動物って言って、お前ね、あれなんだ、ライオンと同じ扱いなんだ。だからお前猛獣だからさ、外に行ってなんかやっちゃったらそのニュースになっちゃうから。でもさ、外で野生のお猿さんとかいるじゃん、あれと関係変わんないからさ。いや、お前ね、変わんなくないの。お前一応構造時のこの称号が入ってるから、お前マイクロチップとか入ってるから、お前が脱走したらニュースになっちゃうから、だからダメなんだ。それごめん、一人旅は却下。
ごめんな。でもお前そのなんか持ち込み企画いいよ。じゃあさ、二人旅行った時にさ、ほのぼの系取っていこうよな。それだったらいいじゃん。いや、勇気は必要ないんだよ。なんでや、なんでや、なんでや、なんでや。怒った怒った。そんな顔で怒るなや。そういうことで、めちゃめちゃ噛まれております。じゃあその企画はじゃあさ、やるっていう時はじゃあいつかいずれやれるかもしれないから、その時にやろうな。オッケー、大丈夫ね。よし、はっちゃんオッケー。はい、じゃあはっちゃんの企画はここまでですね。はい、じゃあということで、まあ今回企画っていうか、なんかもう YouTube 会議今やってるけどさ、なんかちょっとボツ企画多いよね。福祉以外みんなボツ企画だったよね。一番ダメなの地位企画だったし、ね、ボゴしたいっていうのはちょっとやばかったですね。まあ、最近なんかちょっと対決系やってんじゃん、ちょっとさ。だからね、なんか、ああ、まあまあまあ、美咲とチーのあの、対決って面白いな、見てて面白いなっていうから、そういう対決も俺はちょっと見てみたいな。ファイト。そう、あの、ファイトっていうかさ、なんかさ、この間みたいにさ、タトゥーやったら、チーにやられないんじゃないか、みたいな企画をやってもらいたい。だからなんか、チーと対決もちょっと作ってみようよ、一個ね。対決も、うん、やっていこうよ。で、あと、最後、美咲ちゃんの企画を、なんか一つあったら、企画？うん、なんか考えてたから、なんか考えて。結構つくしと一緒にほのぼの系を撮ることが多いじゃないですか。うん、いろんなこう路上行ったりとかした時に、うん、YouTube ロケとかでも、うん、いつも商品紹介と、うん、なんか例えば桜だったら桜並木の紹介みたいなばっかりなんで、うん、そうじゃない何かをちょっと撮れたらなってちょっと。そうだね、うん、この子結構可愛がってもらってる方が多いので、うん、その触れ合いじゃないですけど、お店の人たちとかとこう仲良くしてるシーンだけでもこう撮ってやっても可愛い感じ。ああ、いいんじゃない、そういう企画やっても、なんかこのちーちゃんたちとは違うこのマイペースな感じをちょっと、うん、もうちょっと前面に出して、そういう企画やっていくわ。ちーとの企画決まったよ。喧嘩自慢と対決してみた。街で出てってる喧嘩自慢とちょっとちーちゃん対決させるっていうね、企画をやって、あ、どっちが強いかみたいな。圧倒的ちーちゃんまあちょっとずつそんな企画をね考えていきましょうよ、はい、ね。はい、4月の企画はこれにて終了でございます、はい、またね違う企画があったらどんどんやっていきたいと思いますんで、皆さんね、はい、企画楽しみに見ててください。まあ、ちょくちょくあの猿たちこうやって喋り始めるんで今度からねはい、それもの期待していただければと思います。編集さん大変だと思いますよろしくお願いします。お願いします。この動画が面白かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。はい、ありがとうございます。ちーちゃんにかぶってる。